アンドロニク1918年6月20日、ユリウス歴の6月7日は、ロシア正教会と日本正教会の主教。正教会で成人。日本正教会では、初代教徒の主教でもあったことから、ペルミの新品知名者聖アンドロニクの称号の他に、初代教徒の主教聖アンドロニクの名でも呼ばれる。ロシア革命時に、生き埋めの上で銃殺され、致命したことで知られる。 1870年8月1日、ヤロスラブリ教区のムイシュキン村に生まれる。父は、タスクサイ。1891年にヤロスラブリ神学校を卒業すると、モスクワ神学大学に入学。在学中の1893年8月1日に、修道士となり、アンドロニクの修道名を授かる。1895年7月22日、修道士祭に、 女性された。その後、区体市の神学校に赴任する。1898年には1年弱の期間、来日して、日本正教会での修道司祭の任にあった。1900年には、手のひら印に少女された。京都ハリストス正教改正新助福音制度を1906年11月、ロシア正教会の政務会員によって、ニコライカサート金を補佐する司教として、 来日経験のあるアンドロニクを選ぶ決定がなされたことにより、手のひらインアンドロニクは、京都の主教に、助成された。信ぶ正式は、アレクサンドルネフスキー大修道院の大聖堂で、行われた。1907年3月8日、京都聖教会の司祭シメオン三井道郎が出迎える、鶴ヶ港に入港。 1907年4月7日の生新庄福音祭は京都聖教会で司徒をしている。同年4月下旬には京都の司教のタイトルではあるが大阪を常任地とする決定を東京滞在中に行った。聖、枝祭り、受難州、復活大祭光明週間慣、フォマの手術を大阪聖教会で司徒をしている。しかしながら、 体調の悪化により滞在わずか3ヶ月で6月中旬にロシアに帰国した。帰国後10年間、1898年に共に来日した経験のあるセルギー・ストラゴロツキーと共にロシア正教会の中枢で活躍したが、ロシア革命によって無神論を掲げ宗教弾圧を行うボリシェビッキが政権を握るとロシア正教会は大弾圧をこむった。 大主教アンドロニクは1918年6月22日、ベージェーカーによりペルミの森で自ら掘らされた墓穴に、生き埋めにされた上で銃殺され、致命した。47歳であった。2000年8月に、ロシア正教会は、アンドロニクを新致命者の一人として劣勢。劣勢式には、日本正教会から、主座主教である全日本の不主教だにいる。 主題に行く音、東日本の主教、セラフィム辻久志しのが、バイトをした。2004年2月には、京都聖教会に、聖アンドロニクのイコンが、京都聖教会の制作依頼により、モスクワから届けられている。ありがとうございます。